ここが新潟市内っていう風にね、ここはあのコスプレをされる方、あれおえ一気に世界変わりますね。変わりますね。失われた32年間をね、はい、こう取り戻せそうですか。苦しい大好き新潟 YouTube チャンネル、今回の担当は私オケアです。お願いします。私の後ろに今ビッグスワンが見えてるんですね。このビッグスワンの近くにちょっと気になる施設がありまして、それが天寿園で、一体どんな施設なのかはまだ詳しくは知らないんですが、入り口を見る限り異国でも本当目の前にはビッグスワン。すみません、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。 NST のオケアです。小川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でもあちらの入り口はこう中国っぽい日本離れした入り口だったんですが、こちらはちょっと日本っぽい水が流れてますね。そうですね、あの正面に滝がございます。はい、もう全く道路の方からはわからない景色が入ると広がるという感じですね。日本離れしてないんですね。はい、ここは日本庭園になります。日本庭園は島根県にあります足立美術館を策定した中根金作という有名の方が、あのここも策定しております。なんかこうどこか懐かしさを感じるような、その日本庭園見て懐かしさを感じるとあんまり言わないけどね。なんか私の家の庭がこういう感じなんです。家の庭がこういう感じ、今個人的に懐かしさを落ち着きますね。落ち着きますね。あれ、え、瞑想館。はい、ここ瞑想館と言いまして、蓮の花をこうモチーフにした建物です。はい、あ、なんかまた音もいいですね。そうですね、滝の音とか、それから本当に鳥のさえずりとか、自然の感じでちょうどこう囲われた感じですので、日常をこう忘れるような、そんな空間ですね。お邪魔します。なんかいい香りがします。ちょっと真ん中に、ここは喋っちゃいけないんですか。で、どうぞ普通に。あ、喋って大丈夫なんですか。はい、周りにお部屋が、小さい部屋がありまして、すべてここが瞑想館という形になります。上にステンドグラスもありますし、各お部屋とお部屋をこうつながるところもこういうステンドグラスで、なんかここもちょっと日常離れたような、あの落ち着いた雰囲気ですので、こういう椅子に座っていただいてこう目をつぶられる方もいらっしゃいます。瞑想終わりました。どこ、お母さんと、あ、瞑想終わりました。はいじゃあ続いて、はい、日本庭園を抜けて中国庭園の方に参りましょう。ん、日本庭園を抜けて、はい、どちらに行くとおっしゃいました。中国庭園の方に参りましょう。待って、あれ、おえ、一気に世界変わりますね。変わりますね。はい、ここから中国ですよね。ここから中国庭園です。すごくないですか、日本から中国に一瞬で。石の模様が扇子を広げたようなデザインになってまして、これは皆さんを歓迎しますというような、そういう模様だそうです。なるほど、はい、ファイングアニーしてくれてるんですね。そうなんですね。さっきとは違う景色が広がってますね。はい、そうですね。で、ここ蓮の花があります。蓮の花は、はい、ようこそお越しくださいましたみたいな、そういう意味があるそうです。で、これは象の花を模したような、あの石ですね。はい、これ触
ではダメなんで、いいんですか？はい、どうぞ。なんかすごいパワースポットって感じがしますが、これ全部中国庭園は中国から実際に材料を全部持ってきて、ここで作ったっていうものですから、中国から来た石だと。ここ福寿光年というんですけれども、はい、この窓から、待ってください、はい、これ見えるという、世界史の教科書で 見ましたみたいな景色そんな感じですね。すごい、私見つけてしまいました。このアングル最高ですよ。ここね、まさに中国留学、はい、ここね、あ、鯉だ、人が立つと、あ、かわいい、こうやると来るんですよね。そうですね、ごめんね、餌ないんだ。え、あげていいんですか、はい、いいですか、あげてみましょうか。餌をあげます。パラパラっと巻いても、皆さんこんにちは、ダジャーハオ、すごい勢いよく食べる。あー、かわいい、かわいいです、かわいい。え、どうですか？いや、なんかすごいなっていつも思いますちゃんとみんなで分けて食べるんだよなんで堀さんそんなに笑ってるんですか？激しくこれ私多分世界史の教科書で見た景色すごい、おい、すごい、どうぞ。もうここはザ・中国です。うわー、すごい、ここ本当に隠れスポットで、はい、素敵。ここに座ってなんか観光客っぽく写真撮ったら中国ですもんね。そうですね。え、どうですか、もう中国じゃないですか、綺麗、はい、うわ、もうこのバッグがいいですね。そうですね、すごい、これはもう中国ですよ。そして後ろをこう振り向いていただきますと、ここ玉泉館所といいまして、はい、中国のお庭の作り方としては小さい石の上に大きい石を重ねていくというようなお庭の作り方をするそうです。去年、一昨年ですか、はい、水土の、作品として、もしでしたら靴を脱いで、はい、ここ歩かれますか？え、これだってもう見えるからに痛いですもん。はい、あー痛い、ちょっとずつ、あ刺さる、痛い、なんか、痛、地味に痛いです、痛い。素晴らしいですね、ここ絶叫されて通っていかれる方も大勢いらっしゃるので。小川さんは一緒にどうですか？え、どうぞお戻りくださいごめんなさい、痛、小川さん一緒にやりませんか？いえ、私は。で、32年前にここ作られてますので、はい、バリアフリーにはなっていない部分があるんですけれども、はい、それでもこう市内にいながら山の中をこう散策しているような、はい、そんな気持ちになりますね。なりますね。32年の割に知名度低くないですか？そこなんですよ、それ私のミッションなんですはい、ね、アルビレックスの試合の時のサポーターの方が、ね、はい、歩いてこれますからね。そうですよ、はい、あれ、これですか？これが大滝です。すごい、あと滝の中を歩けますので。え、滝の中を、滝の内側を、はい、歩けます。これすごいですよね、はい、ちょっと、はい、32年間知られなかった原因は何ですか？はい、何でしょうね、皆様がここに来られてご自分のマル秘スポットみたいな、そんな風に思いがあって他の方にこう
言わなかったとかどうなんでしょう。それすごいポジティブな考えでいいと思います。あ、そうですか。はい、やっぱりあのそういう可能性ありますよね。はい、失われた32年間をね、はい、取り戻せそうですか。そうですね。この YouTube で、はい、完全に取り戻せると思います。これからまた私も大勢の方に来ていただくように頑張ります。うん、そうですね。失われた、そこを強調しないでくださいね。苦しい。自然と密着した施設ですので、実はここ豊野潟ではなく聖五郎潟という、ここの住所が聖五郎というんですけれども、はい、サギがいますし、10月のおそらく下旬くらいには白鳥が、ここから朝の白鳥の飛び立つのはもう壮観です。こうなんかそれを見て、よし今日も一日頑張ろうって思えそう。思えそうです。う、私思ってました。あ、本当ですか。はい、あ、素敵、ハンドメイド。すごい頑張って直してます。そんなにいいですよ。作家さんが作ったいろんなものが。あ、素敵。あ、かわいい。いっぱいいろんな動物がいる。これね、畳のヘリのバッグなんですよ。え？畳のヘリでバッグ作れるんですか？これ人気ありますよね。お花柄もそれ畳のヘリなんです。よく畳のヘリで作ろうと思いましたね。そんな発想は私にはないです。すごい。え、ここ100畳あります。100畳？はい、100畳の大広間になります。ここの部分は貸し館という形になりますので、研修会ですとかサークルの方とか、あとうちの方ではヨガ教室をやったり、でこちらの方からここがまた、どうぞ入ってください。これは、あー、もう帰りたくないです。これ、ここが20畳の、ここも茶室としてご利用いただけるお部屋なんですけれども、ここはあのお部屋自体がこういう趣があるお部屋なので、今はどちらかというとコスプレをされる方がここで撮影をしてというような、すごくそういう人気のスポットでもあります。その方たちはなかなかここを言わないらしいんですよ。え、なんで？あ、広めたくない、それは本当に広めたくないっていう話は聞きます。いかがでしたか？あの、私こうビッグスワンにはよく行ってたんですが、はい、この近くに こんな素晴らしい庭園があること知らなかったので、はい、これからねサポーターの皆さんとかにも来ていただいて、こういい気をまとって試合に行ったりしたいなと思いました。はい、市内ですけども隠れ家的なこういう庭園があるということをまた知っていただければなと思います。今日はいい機会をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。